Thank you.
でもあれ、ちょっと違うかもしれない。今日は、
埼玉で言っては流行ってないんですよ。そこの回収も聞かないんだけど、これ会社と合ってない自分は知らないですよ。これ最後に行かないと思うんですけど、これ誰か反応してる、誰か反応してる、これはあんまり反応してない、これでいいかな。車両が通るたびにこうなるんですよ。だからやっぱこっちに傾いてる。いや、指定なのか、レールが傾いてるのかわかんないんですけど。傾いてる。それで、違う。指定がやっぱ下にこっちに向いてるわ。ああ、分かった。指定がやっぱこっちに傾いてるから走ってて。レールがこうなってるんですよ。で、ちょっとずつこっちに来てるんだ。これレールか。さっき押し込んだ。ヒヤヒヤしてんなと思って、これ合わせてた。そこだ。セスナさん、またやばいぐらい移動してるわ。あのね、ちょうど上りつきのところ。あ、やばいね、これ。なんでさ、こんな寄ってるの。行けてからね、ずっとそのやばさをね、見てたの。やだなと思って。私が押し込んでる。それの上、上、上。いや、もう全然。それ、それ。それをね、もう1センチぐらい押してる。1センチ？そんなもん。本当に置かれてるから、非常にあれかな、ゴムアップとかつけて滑らすのがいいのかな、滑らないようにするのがいいかな、高さ変わらないように、変わらないように足の包みがあるから、土台をつけるそう、出て座ってみて、こっちに寄るから、あれ大丈夫かなって思う。今だったらノーサンス。そこはね、もう大丈夫。それよりね、上りのど真ん中ぐらいが5ミリぐらい手前に来てると思う。ここ？うん。で、それはなしになったけど、まあ、日本全国はそれで走る。哲也さんもこっち来て見たことないよ。そんなもん。あー、まっすぐになった。まっすぐに、まあ、さっきよりね、だいぶ。そうそうそう。マジで、セットさんもね、ここに行ったらわかるよ。ほんとこっち行ったら、あの、簡単だけど。うわぁ、ちょっとね、テーブルにしてたんで。
あれか。あの床が、こう、こうなってって、この人が。ゲールもね、めぐり結構あるんですよ。いや、これは これさ、マジ落ちそうじゃないっすか。そうそうそう、だからちょっとずつね、移動してる。ね。ジャンプ前時の自然感覚保てるパーツ入れて、一番手前側もなんか全コップとかクリップとか昨日手伝った時のクランプとかで止めないと、むしろ橋脚を足つけてはめれるようにしたいんだけど、なんでしょう、動くなってねえな、動くなってねえな、止めた結果、もう全部が動いてきちゃう。さすがにならないよ、だってこっちがなってないもん。こんだけ乗ってれば、ね、気づいてないだけかもしれない。あ、こっち、うん、みやさん、あの、63の25番こっちは確かに、ほんと動いてる。いや、あ、青なんか合わせてたやばい、いや、スーパーえ、もう電池がなくてね、時間が遅れるからダメだ、待って、電池こかしてよ。はい、この大宮の、あれあそこで、バスの間これあれ、スタンプラリーあ、これスタンプラリーになってますか。へぇ、知らなかった。何それ。スタンプラリーをもらった。へぇ、欲しいんですよ。でも、あのおじさんなんですか。何なの。あの、PC、パソコンが、片付けを持ってるやつ。あ、100倍かみたいなことですか。そうで、なんか、すごい、結構いいなって。じゃあ、私の感もあるよ。おやすみって言って、桜が何人かいて、あれ桜じゃないです。桜ですよ。ゲームで手書き入る、はい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 、なくてもね、ウブキミントとかを5世代ぐらいの前の PC に出て、はい、軽量 PC っていう、そう、いや結構ね、えぐい商売です。結構見る、その商売、うん、あれどこだ、さっきね、もらったんだよ。いや、俺的にはね、あの企業 PC の、リサイクル品とかいうやつはね、たまに、あ、これ、あの、ネットで調べた悪名高い、エロンとか、死んでない、
大阪行くよ、やばい。あ、やばいな。マジやばい。コロナの時、大学に行きますから。何だろう、ドリブルやるとやっぱ出発するな。もう状況出てくる、回らない時が並んだら出てくる、出発があるんだから、ドラマに来ないのかな。救急車、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 救急車。あー、いないね。救急車、救急車、救急車。もう、弾はね、反応した。次は救急車。もう、だいぶ反応した。弾は、みたいな通勤車乗ってないんだもん。いや、そうそう、それまである通勤車乗ってないんだもん。ないんだよ通勤車、通勤車乗ってないんだもん。あれぐらいかっていう川みたいに全部切ったら乗ってないんだもん。あれだけ分かれてる。やばい。内側から行く、行くなっていうのと、あー、またフィーダーのとこだな。いや、そっちそっち。フィーダーってあれだ、あの信号機の、いや、フィーダー、あ、じゃあフィーダーのとこか、フィーダーか、マジか。さっきもね、そのね、カニのね、連結器が低いん。あー、フジロそう、カニカニがで、上りで落ちる。レアの回答しかない変更されて、変更されて、え、変更されて、暴力の気に入らないって、ほら本当は、破壊されてる、破壊されてる、破壊と想像は一緒だっつって。一番若いから彼まだ17歳、若い小学生見てたら、本当に伝統とかもやっちゃう。危ない、危ない、危ない、さっき油入れたんですけど、また入れなくて。ピキピキしてる、ピキピキピキ、ピキピキ、これがね、今これやったらピキピキ、多分もっとこの時はちょっと、いや、無理だよ、ゆりちゃんももう乗ってきて、ゆりちゃんも乗ってきて、ゆりちゃんも乗ってきて、ゆりちゃんも乗ってきて、このすげえ、これなんか持ってんの。あ、やばい、これやっぱすげえいいな。絶対欲しいよね。お買い上げじゃねえ、それだって。え、お買い上げっていいんですか。いや、逆にいくらで、いくらで。いや、そうなんですよね。だって、普通に新幹線往復代取ってもいいぐらい。その大変長くになる。うち今、その、新幹線台紙が 4つあるんですよ。はい、あの、家族分なんですけど、行けるの2人なんですよ。マックス2つしか取れないから。てっちゃんを。え、てっちゃんを。え、いくらで、いくらで、いくら、いくらボーナス入ったでしょ。いやボーナスあるでしょ。まずは人形を聞こう、人形を聞こう。でもだってこれ5000円とかじゃ売ってくれないでしょ。分かった、じゃあ その言い出の10倍の1回目で。竹郷さん、竹郷さん5万円で欲しいって言ってるんだけど、おかしいおかしい、意思疎通図れてない。5000円って言ったの。いくらで買えますかって5000円ぐらいだったら、じゃあ10倍の5万円でっつって。で、5000円のものを買いますか。同じ同じ、4万5000円で買えてるから。中間、俺が買ってくる。えぐいえぐい、世の中こんなもんだ。そんなのはね、会社の中だけで十分だよ。これ選べないんだよね。選べない、それぞれの駅でそれぞれの、全部行かないと思う。
の感じってなんか可愛くなって、なんか歩いてくる人それなんか、ドローンとかについてる。ああ、そうそう。でもなんか、あれじゃないですか、ロケットで打ち上げてからそれだけ戻ってきてるように見える。あ、分離してるけど。そう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 。スペース X みたいな。どうしよう、あのお茶をかいくぐり抜けてお茶を買いに行くの。何にあ、水でいいか。あそこでしょ。あの おっちゃんゾーンを、ね、くぐり抜けて。いや、あそこ高くなるのか。まあ、高いですよ。めっちゃ高くなったの、そこの、あの、今みんな。あ、これを、はい。何やんのよ、なんか。まあ、夜の部こんなパソコンの。あ、そうなの。結構高いんですけどね。ま、なんかパソコン売っちゃってんみたいな。そうなんですよ。教えながら。なんか、安いという触れ込みで売ってるらしいんですけど。安くないって。夢にも出るのやつ売ってるんだぜ、定価で。そう。だから、定価、フリーモデルだから定価でも安く感じるから。ああ、そういうことなんですかね。そういうことなんですかね。そういうことか。にしゃ、じゃあエグいしょ。CPU がプレゼンのパソコンは、ご利用のインターネット回線速度に関わらず、読み込み速度やページ切り替えなどが遅く感じられる場合があります。それはあります。そらそうだ、これは。それはスペック足りてないって。CPU の回線にとって、CPU がコアIQ とかコアIQ とかを推奨しています。なんか言ってる、なんか言ってる。おかしいよ。ここまで探してください。CD、DVD の書き込みをされたい場合は、まだ CD、DVD って書き込みとかするんだって。DVD なら、バルンスよ。下がって、撮れば。写真を撮ったら、富士の丸バルンスよ。そう、富士だなって。でも、神は違うんですよ、リクスター。神は富士っていうか。あ、そうだ、神も富士になってる。ゲームの字がいいから、富士になって。でも後ろ5階になってますから。なんだろう。さっきは全部赤字なんで。だから台代わりして、で、今76台代わりしたの。いっぱいあるじゃない。全部まだこれ出してない。並ばせます。全然ある。これとこの四国が2両と、81の300も出してない。どうぞ、どうぞ。いた。どうぞ、どうぞ。これ中身、これこれ冬休みを追いつけて。はい。これでしょ。ここに飛べばいい。みんな食べられる。これは食べた。じゃあ、あと下で食べたい。ああ、そう。でもなんか、みんな調子を打ったんですね。中途半端な感じだったから、もうちょっと待って。その酸素少ない。あ、なるほど。試みが生まれてきた。いや、今回は A 調のレイアウトも、まあ、同じような形だけど、ちょっと満足度が徐々に上げれて。うん、うん。リアルレイアウトも変わってた。めっちゃ動く。それらしいのは何もないの。そっちにあるのか。あ、もう落ちました。いや、なんかここにあの5、6枚ぐらい残ってるから。あれ？ゲタで収録した。太陽にあってね、そんなに食べたか。買わないよ。本当だ。あと1枚と、ウエットティッシュがある。新型客さん系いるけど、関係は全部見ないから。僕は行ったよ。奥さん、リニアカーも何回か行ってる。
だけど、大宮は行ってない。また年パスを復活したんだよ、ついに娘も必要な年も決まった。でもあれコロナで長らく使えなかったイベントを作るっていうコーナーを復活して、でも確かにこっからだと線路が動くなんて分かんない、ね、そう、分かんない。それがね、やっぱり動いてる、この一部で動いてる。2階のところは超大きいですね。